タンブラーとは、イギリスのイングランド原産のデコ医療用の犬種である。別名カニス、サルタトール。現在は、ゼメツ種である。1400年頃に作出された古い犬種で、イングリッシュグレーハウンドや小型のラーチャー、地上でネズミなどを取るタイプのテリアなどを交配させて作られたと言われている。タンブラーは、デコ医療という、変わった。 狩猟方法で獲物を捕らえたが、本種は、デコイ猟犬の中でも、最も優秀なものであったと伝えられている。まずタンブラーは、水鳥やウサギの巣の近くで放たれ、はしゃぎ回ったりぐるぐると自らの尾を、追うように回転したり、転げ回ったりして不思議な行動をとる。水鳥やウサギは、シューマ、リ、初めのうちはこの犬のことを捕食者として警戒するが、まるで狩猟に。 関心のないような行動にすっかり惑わされ、安心しきってタンブラーの近くにまで寄ってくる。そのチャンスを見計らってタンブラーは一瞬で獲物を仕留めるのである。素早い動きと噛む力の強さを生かした連続攻撃が得意で、一度に数匹の獲物を獲得することができる。なお、仕留めた獲物を加えて主人のところへ持っていく。 リトリービング能力も合わせ持っている。はじめに行う馬鹿剣になったような無造作な行動は、すべて計算し尽くされた行動であるということは、どの獲物も気づくことができない。本種は本来このようなデコイ量に使われているが、サイトハントやセントハント、さらには、牧羊犬として使役されることもあり、曲芸も仕込めるほど賢い犬種であったため、 でこい量が廃れた後も生き延びることができた。しかし、1850年代頃に絶滅寸前となり、その後も何とかギリギリ生き延びることができたが、二度の世界大戦を生き延びることができずに絶滅してしまった。現在タンブラーの血を引く犬が生存しているかどうかは、よくわかっていない。サイトハウンドタイプの犬種で、マズル、首、胴、足、尾が長い。 コートは、スムースコートが主流だが、少し長いラフコートタイプのものもいた。毛色の制限はない。耳は立ち耳で、尾はサーベル型のタレオで、ラフコート個体は尾に、飾り毛がある。目は大きく、耳の形を除けば、ウィペットに近い容姿をしている。サイズは、中型犬サイズで、性格は忠実で明るくおとなしく、かなり知的であったと言われている。 訓練やしつけの飲み込みは、とても早く、学習能力と、状況判断力に長けている。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分道振興者、2007年。ありがとうございます。